稲鉢一家の祖となる秘密の前七は、愛知郡中村大字秘密出身の幕徒で、幕末から明治初期にかけ、名古屋西部地方に大勢力を築いていたが、この頃は未だ加盟はなかった。ちなみに、秘密の前七は、清水一家の山本政五郎と兄弟分で、清水の次郎長の舎弟であったという説があるが、真偽は不明である。明治12年、秘密の前七が死去し、秘密の前七の7人衆で舎弟の稲鉢の陣之助が跡目を継承すると、稲鉢の陣之助が愛知郡中村大字稲鉢の出身であったことから、集団は稲鉢一家を名乗るようになり、この頃の勢力は名古屋一帯にまで広がった。明治23年、稲鉢の陣之助が死去すると、舎弟の水車の藤三郎が三代目を継承。大正6年、水車の藤三郎が引退し、今枝政五郎を跡目に指名したが、力不足であったため、秘密の前七の実子の富田鍋吉と共同で、稲鉢一家を預かることとなり、今枝政五郎は旧軍部一帯、富田鍋吉は旧支部一帯を取り仕切り、秘密の前七の子分、鬼頭義次郎がこれを貢献した。その後、鬼頭義次郎が死亡し、富田鍋吉が旅に出たため、今枝政五郎が稲鉢一家の実権を掌握した。そして、今枝政五郎の跡目を上条義雄が継承すると、系譜が整理され、稲鉢の陣之助が一家の初代とされた。昭和39年11月、上条義雄は、全国の長と杯を交わし、松葉会会長、藤田宇一郎、二代目本田会会長、平田勝一、中島連合会会長、図小尻一、藤原会会長、藤原昭雄、直島義勇会会長、山田優作、中泉一家六代目総長、播磨副作と義兄弟となった。昭和56年、稲鉢一家笹若三代目、鬼木会が、三代目山口組広田組と抗争事件を起こし、運命共同会代表、川澄正照が仲裁人となった。昭和61年、稲鉢一家、平野屋一家、瀬戸一家、運命共同会、同友会が、反山口組同盟として、親睦団体、中共五社会を結成したが、平成3年、瀬戸一家と運命共同会の中核組織、平井一家が五代目山口組に参画。これにより、中共五社会は瓦解した。同年、八代目稲鉢一家本部長、中村秀明が、五代目山口組行動会若頭、高山組組長、高山清と五部の兄弟杯を交わした。平成4年、中村秀明が九代目を継承すると、五代目山口組行動会に加入し、平成9年12月、相談役に就任。平成17年、二代目行動会が発足すると、若頭、副会長、舎弟頭を歴任し、後に最高顧問となった。令和2年、中村秀明の引退に伴い、松山武氏が10代目を継承し、3代目行動会の統括委員長に就任。その後、準暴力団、アビスの元メンバーなどを吸収し、勢力を拡大させると、令和5年12月、3代目行動会でナンバー3となる舎弟頭に就任。令和6年現在、10代目稲鉢一家は、3代目行動会において、喧嘩の野内組、銭の稲鉢一家と評されるなど、3代目行動会の中核を担っている。